ワイシャツとロミオ。そしてなんと本日 MC 担当するナイトです。新宿どうもパチ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 緊張するんだって。はい、新宿ロミオナンバー2のカオルです。よろしくナンバーまで語っちゃったね。はい、どうも始まりました。そしていつも MC をしてるポンちゃんなんですけども、残念ながらあの人風邪ひきました。はい、なんできっとね、このモニターの向こう側からポンちゃん見てくれてると思ってます。はい、今日はポンちゃんではなく僕なんですけどもね、皆さんどうかよろしくお願いします。お願いします。よし、今日はやりましょう。はい、そしてね、僕らロミオフューチャリング信号なんですけども、はい、昨日、なんと昨日新曲ハッピーバースデーシャンパンコール、レコチョク、iTunes、ほか、いろいろね、いろんなサイトにて配信されました。おっ、もうダウンロードされた方もいるのかな。あれ、聞いてくれました聞いてくれました。今日は番組の途中でね、PV も流そうかなって思っちゃってるんで、場面で流します。ぜひ見ておいてください。よろしく。よいしょ、あれ、何、なんかコメントすごいいいこと書いてある。今回は、今日はカオルをいじめるかい？いや、いじめられますか？ちょっとね、昔の血が騒いで、ね、二人っきりだとね、はい、ニコナイトっていう、はいはい、とある番組をやってたの、俺が、はい、やりたいなとは思ったんだけどね、まあ、それは場面でね、よいしょ喉がね、今日ちょっとおかしいんだよね。いつものことかって。いつもそうですね。そうだね、いつもそうだね。いじめって、ギラソニのナイトさんかっこよすぎた、つらい。あら、ギラギラソニック、そうなんです。この間、もうどれくらい前だろう、1ヶ月。もうそうですね、1ヶ月くらい前かな、はい、2ヶ月くらい前、ギラギラソニックっていうね、イベントに僕らロミーフューチャリング新宮王が出させてもらって、で、やったね、はい、やったね、やってやりましたよ。そうです。まだね、コメントでそのレコチョクのやつ何位だったのっていうコメントが入ってないんだけどね、一応入ってるっていう体で話しようか。はい、なんとね、もう今日速報出て、昨日、はい、デイリーチャートで我らロミンフューチャリングシングをダウンロード数第2位でした。お、1位届かず。あーね、そう、銀じゃない、金がいい。そう、今オリンピックやってるからね。そうですね。そう、いやー惜しかった ね、2位です。2位でした。そうなんです、残念ながら。一応総合チャートの方では16位というね。16位知ってた？総合チャートは知らなかったですね。総合チャート16位ですよ。16位すごいですね、総合で。1位は何だったんだって。1位がね、ちょっと待ってくださいね、一回携帯で出して、これ画像を送った方がいいのかな、これ送って大丈夫なのかな、著作権的に。はい、いけると、お、いける。はい、送ります、送ります。いや、てか最近風邪ひく人超多くない？多いっすよ、流行ってますね。ね、風邪大丈夫か俺？あ、全然、そのバカなんで全然風邪ひかないっすね。自分バカなんで。いや、バカは風邪ひくよ、俺思う。あ、本当ですか。バカは体調管理ができんやつだ。ポンなんてもうバカだ。ね、言いたい放題言っとるけど。ポンさん見てますか？いや、見てないかもね、もしかしたら。寝込んでるかもしれないですね。寝込んでるかもしれない。
あれこれかな、これかな、今遅れたかな、うん、多分今送ったんでね、画像の方がもうちょっとしたら出てくると思います。内藤さん、ええ声、いい声、ありがとう、おいい声いつもこの声なんで、うん、いつも1位なのも、そうなんです。でもね、あの近いうちに1位取れると思うんで、皆さんぜひ期待して、またご報告、はい、楽しみに待っててください。ニコ生やめてレコチョク、ニコ生やめてレコチョク聞こうと、まあそれもありなんですけど ね、あ、今画像出ました、はい、こちらですね。これ総合の方で16位とグループユニットハッピーバースデーシャンパン、これそしてね、これ総合です、あ、総合じゃないですね、ランキングは R&B のレゲエランキングのデイリーチャートで2位でしたね。1位がね、ずっとフューチャリングハンカル&T っていうね、あ、 T ってあれですか、ベイビーアイラビューとか歌ってた、そう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 、あとで歌っちゃう、そうですね、いろんな意味込めて歌っちゃう、歌っちゃいましょう、うん、はい、いいじゃんいいじゃん、はい、というふうにね、惜しくも2位だったんですけどもね、そうなんです、そうなんですよ、まあでも1位しっかりまたちょっと近いうちに取れるんじゃないかと僕は思ってます、はい、応援してくださいね、応援してください、皆さん、ボシ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 バシバシ、レコチョク iTunes とかでもう配信されてるんでダウンロードお願いします。そうです、勢いすごいね、アザース、もう僕ら勢いだけで成り立ってるんでね、ほんとそのナイトさんがね、もう旋風を巻き起こすんでねそれ自分って言おうぜ、カオル頑張れよあ、聞いてくれたってコメントでも嬉しいです、ありがとうございます。なかなかね、はい、今回のまだこれ聞いたことない人も結構皆さんいると思うんですけど、今回のそのハッピーバースデーシャンパンコールって本当ホストクラブでやるシャンパンコールのバースデーバージョンのシャンパンコールになってるんで、ホストクラブを知ってる人はね、よくシャンパンコールってあ知ってる知ってるって思うかもしれないんですけど、ホストクラブに行ったことがない、ホストクラブ知らないって人なんかは結構衝撃受けるんじゃないかなと。ちなみに今回のこのハッピーバースデーシャンパンコール、渋谷のビジョン、まあモニターですね、でっかいスクリーン、あれ8金にも流れてる、流れてる、これから流れるだったり、全国ビッグエコーさんにてね、ポスター貼られてるんで、もしね皆さんの家の近くにビッグエコーとかあったら、ぜひビッグエコー行ってもらってポスター見て写メ撮ってもらったら、もうこれ絶対いいこと起こります。はい、まあそういう感じでね、一回じゃあもう PV 流しちゃいますか、早めに流しましょう、はい、はい、じゃあハッピーバースデーシャンパンコール PV の方お願いします。上がるところね、多分流れた、かっこいいかっこいいかっこいいって期待、はい、とパチ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 流れるんだろうと俺は思ってますよ。はい、まだもうちょっと時間がかかる、そうですね、はい、まあ、こうやって喋ってる間にいきなり流れると思うんで、皆さんちょっとぜひ少々お待ちください。いや、どう、反響あった、ハッピーバースデーシャンパンコール、いや、あったっすね、地元の人からすごい、あ、流れます、はい、ようようようこそジュリエット、カラオケバージョンっていうのはもっとこう歌のとこだけなんですね、はい、これはあ、もんちゃん出てきて、そう、シャンパンはね、よく冷やしてさらに美味しい、これ一回誕生日の時に火をつけて一回消すって、そうするとね、また火がつけやすくなって、なおかつ
あの気持ち消えにくくなる。これとエアコンのね風で火が消えないようにしなきゃいけないから。これ一応もう時間になった時には、バースデーバースデーバーバーバーバーバースデー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 。これいいね、いいっすね、いいね、もう俺たちだけで言っとこ、いいのこれ、決まって、決まってますね、うん、決まってる決まってる、あの前のね、うん、前髪上げてた背、はい、でっかい人、あれ誰ですか、いいね、いいね、あれ誰ですか、俺もうね、最近さ、誰も俺のことを褒めてくれ、自分でね、自画自賛しとる、あのブログとかね、ブログじゃない、あのフェイスブックとか、はい、LINE のタイムラインとかでも本当自分のことを勝手にもう褒めてね。もう一人自己満に。そう、あと今の曲、カラオケのねダム、キッシュダムでも、はい、曲入れずに待っとけば画面流れるじゃないですか、曲がね流れるんですけど、まさかの今のハッピーバースデーシャンパンコールも流れるの、ナオンさんやるだっけ、そういう感じでチャンネルそう、はいね、やってるんでぜひぜひ見てくださいね。はい、いやー3、2、1のナイツさんがかっこいい。あ、この人よくわかってる、この人誰だ、俺のことよくわかってるよ、これ。ナイツさんやっぱ気づかれますか、道端で。いや、気づかれることがない。あ、ナイツ、うん、気づいてって思ってるけどね。、うん、気づかれないね。もうちょっとね、俺たちもその気づかれるぐらいね、そうですね、ビッグなね、はい、人間になりたいなと、そうですね、思いますよね。カラオケでバイトしてるからよく見るよ。あ、すげえ嬉しい、嬉しい。まあ実は僕もカラオケ屋でバイトしてたことがあります。ちなみに1年半ぐらい。長いですね。長い、いや、すごいね、俺カラオケ屋のバイトは面白かった。ヒカルさんもなんか言ってましたよ、カラオケのバイトやってる。そう、あれ、ちなみに今までどういう仕事やったことあるんですか。マックとコンビニっすね。マック、マックとコンビニと、はい、マックってあのスマイル0円でしょ。そう、スマイル0円で、あの僕裏の方だったんで、あれだったんですけど、裏で、あのマック作る、パテ、そうそうそう、パテ作る人、そうそうそう、絶対作ってないでしょ、パテ。作ってました。ちゃんと、マックってさ、はい、あれな、出来上がってもう何時間か経つとすぐ捨てる。もう、はい、そうです、7分ですね。7分、7分で、もう捨てないと。寿命7分、はい、作って、わー、基本的に決まりなんですけど、まあ捨てないですけど、はい、いやいや捨てよう、それをお前ちゃんとして、お前ちょっとちゃんとして、ちゃんとして。ねえ、ハッピースマイル。あ、カオル、あの LINE 教えろくださいだって。じゃあ、そうっすね、 LINE ID、 LINE ID いつも貼り出されるんですけどね。あ、じゃあカオルの LINE ID 貼ってもらおうよ。オッケー。カオルじゃない、ナイトさんって今来たんですよね。僕あれなんですよ、年齢認証できてないんでダメなんですよ。年齢認証まだそう、あれしてないからっていうことでね。電話番号でしょ。いや、そんな僕はあのプライベートのこと言えません。いや、あの僕もあの現役上がっちゃってるんでね。ああ、そうなんですよ、ね、はい、今ね、ちょっとメールが来ました、ちょうど。はい、ということでね、ナイトさん、LINE 教えて。ナイトさんファンすごいっすね。嬉しい、本当に嬉しい、うん、LINE、このままだったらピロッていっちゃいそうだけどね。僕はあの全然、あんまり携帯
メールちょっと苦手な人なんで、すいません。今日の放送寂しいね。寂しいですか？今日の放送。僕はあの逆に人数多い方が楽しいですけどね。本当はちょっとカオルのこといじめたいなって思うけど、俺はあんまりいじめないよ。場面で。場面でね、そう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 、場面で歌ってもらおう。まあまだね、コメントがその151。うん。そう。ナイツさん日曜日誕生日だったのでおめでとうって言って、あっ、誕生日だったんだって。日曜日。日曜日、お誕生日。おら、この人。あら、おらおらおら、おめでとうございます。お誕生日おめでとう。バババババースデーって言うてね。はい。おめでとうございます。いい、あの、一年になると。はい。いい一年になると。うん。そうだね。よし。カオルもキャバタンっていっぱい書いてあるからね。ありがとう。そしてね、何より、明日、バレンタインデーですよ。おー、バレンタインもらえるかな。俺ね、はい、これずっと覚えてたんだけどさ、やっぱバレンタインあるあるってあるじゃん。はい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 。その中でさ、どういうシチュエーションでバレンタインチョコレートもらいたかった？学生の頃。普通に下駄箱の中にバーって入ってるぐらいが。え、で、下駄箱パカッと開けて、バラバラバラって落ちてくるっていう。はい、そのなんか。あります、やっぱナイさんあるじゃないですか。高校とかさ、中学の時ってさ、はい、その自分でなんか勝手に変な妄想するじゃん。はいはいはい。ちょっとこう、気になる女子から、こういう風にチョコレート渡されたいとか。はい。そういうのなかった？ありましたね。で、友達とかあのいっぱいもらえるだろうって袋持って行って、で帰り見たら空っぽでちょっと かわいそうだなってちょっと思ってくださったんですけど。俺でも一回すごいね、俺甘党で実は。はい。俺結構チョコレートとか好きなの。で、あんまりね、そのバレンタインとか、はい、クリスマスとか俺気にする人じゃないんだけど、はい、たまたま2月の13日、今日みたいな日に、はい、スーパーにチョコレートいっぱい売ってあるじゃん、バレンタインで、はいはい、で、まあ結構安いけどさ、俺一人でチョコレート何個か買った、はい、買って、まあレジしよったら、たまたま中学校の女子がそれ見て、あ、この人なんか自分で自分のチョコ買ってるみたいな、すげえ恥ずかしかったっていう記憶はあるんだけどね。いや、バレンタインチョコ今年もらえる？そうっすね、ちょっとあのもらえないもら、もう1個もらいましたね。もうバレンタイン前に、これ前だけどみたいな、あのバレンタインで当日お店行けないからみたいな感じで。俺ね、あの皆さんちょっとこれホストだからいっぱいもらえるんでしょって思ってるそこのあなた、勘違いしてますよ。ギリはでもいっぱいもらえるから。そうですね、本命ってね、なかなか俺もだってチョコレートちょうだいって言おったもん、お前。お願いちょうだい。そうなんですよ、チョコレートいいよね。僕も甘党なんで。今年もう皆さんチョコレート買いましたか？もうチョコレート渡す相手もいる、いる、いますか？まあ今でもあとバレンタインチョコってさ、はい、今チョコじゃなくてもいろんなものをあげたりするじゃん。あー、マシュマロとかですか？違う、うまい。なんかバレンタイン、昔あったのは、はい、バレンタインデーにパンツもらったりとか。あー、一時期流行ったじゃん。はいはいはい。あとなんかバレンタインデーにネクタイとか、そういうこともあるみたいね。はい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 。ナイトさん、チョコ送るね、チョコあざし。ナイトさん、送る、あざすね、ぜひ送るのは、お店まで。歌舞伎町2丁目、20の10。ね。そうです。くるみで入ったって、ありがとうございます。チョコレートか。これは甘党？甘党です。もう完全に。もう虫歯できるぐらいの甘いのが。もうやめて、そういうチョコレート欲しいアピール。チョコレートか。R に届けとくね、ナイトさん。あるかいロビオじゃないかい、あるかいというね、チョコいいね、はい、あの本当バレンタインデーって男子そわそわしますから、ほら明日はもう日本中の男子は結構意識してますよ、さりげなく
なんかいつもこうダラダラした格好なのに、なぜかその日はスーツとかね。ありますね。私服は私服でもちょっとこう気合い入れた私服とか、そういう風になるよね。はい。ちなみに明日何着るの？明日は赤と黒のチェックで。なるほどね。はいはい。ほらもうコメントでバレンタインなんか普通の平日や。これ書いた人男性の人ですかね、女性の人ですかね、どっちですかね。これはバレンタインなんか、まあ確かに普通の平日なんですよ。でもそれにかけてる男の子は少なからず結構多いっす、うん、女です。女、女です。これまだあげないのかな。じゃあその人はあげないのかな。チョコレートはね、はい、あげた方がいいっす、あげた方がいいっす。結構手作りって皆さん作ってるんですかね、手作りチョコ。手作りチョコ、俺が女だったら作りますね。うーん、え、作ってどういう風に渡す？もし、普通もしさ、はい、ちょっとこれ妄想ゲームでしょ、妄想ゲームでしょ、はい、あの、まあ、俺男で、はい、女だとして、はい、俺に恋をしとる、はい、とするじゃん、はい、カオルちゃん、はい、カオルちゃん、どういうステーションで渡したい？直で渡しますね。もう、うん、どう、まあ、学生っていう体で、学生っていう体でだったら普通に、まあ自分恥ずかしがり屋なんで友達に渡してもらうかもしれないです。渡しといて。絶対それダメでしょ、それダメでしょ。手紙に残し、あの、入れといて、友達に渡しといてみたいな。え、逆にそれある？はい、そうですね、嬉しいです。もしかしたらさ、はい、手渡しだったらさ、はいはい、もらってくださいって言って渡してくるわけでしょ。はい。俺がもしもらって両思いでさ、そのまんまなんか付き合うとかって話になるかもしれないな。あ、まあまあまあ、しろと、お前はもう緊張してる。そう、いや、やっぱりね、手渡し、まあ、サプライズもいいよね。ね、うん、サプライズチョコ渡し。例えばどんな感じのサプライズですか？え、俺ね、はい、これ結構俺自分が女子だったらっていうことを考えたの。はい。今なんだかんだこう話しとるうちに、はい、こう、ここのポッケにさ、ちょっとチョコレートパサッと忍ばせて、はい、忍ばせてこう喋ってる間に、はいはい、あ、まあ、なんかこうバレンタインの話わざとして、はい、チョコちょうだいよ、え、もうあげたし、いや、もらってねえし、いや、あげたよ、もらってねえし、はい、じゃあポッケ見て、で、うわなんで俺一人ではしゃいでんだよいいっすね。いやそういうのどうですか、そういうのどうですか。もしくはね、カバンの中にそっと忍ばせるとか、はい、まあ、人のカバン勝手に開けるのよくないんですけどね。結構その上のね、あれがカバンのところが開いてるって人とか多かったりするんでね、はいはいはい、そういう風なサプライズっていう、今のサプライズは皆さん OK ですか？ダメ。逆にホワイトデーとかそういうねサプライズしたらね良さそうだけどね、はい、あんまりでもそうでもないのかな皆さんね。ポッケに収まるチョコ、サプライズ、そうなんですよ、僕サプライズもいたずらも何でも好きなんですよ。あ、好奇心旺盛なんですね。そう、好奇心旺盛で、ちなみにね、これあのサプライズいたずらで思い出したんですけど、はい、ちょうど昨日あの僕の上司のドンキーさん、はい、ドンキーさんの誕生日会をわがクラブロミオでやったんですよ。人数もあの本当従業員だけで、はいはい、すごかったね。あのプレゼントがもうそう、プレゼントもすごかったし、はい、あの初ハッピーバースデーシャンパンコール、はい、ドンキーさんに向けて、はい、みんなでやって顔面ケーキやって、いやもうなんか俺たちのさ、やっぱホストって普通はさ、自分が誕生日やるって言ったらさ、はい、まあこう、みんなにこうお祝いしてもらってって、はい、でもまあ、去年でうちのドンキーさんね、バースデーはもうやめたんですよ。
ラストだったんですよ。でまあ今年はちょっと従業員みんなで乃木さんおめでとうございますよっていう風にやったけど、あれもあれでいいよね、はい、いいですね。なんかみんなでこう酒飲みながら飯つまみながらは、はい、ワースかギャースかやってね、そうなんですよ。そういうことがありました。とてもいい一日でございました。そう、二日酔いだった？いや、大丈夫でした。もうすぐ、はい、寝たんで。うん、あれから、はい、最近さ、カオルあんまり酔っ払ってることないよね。そうっすね、なんだろう、あんまり姫が来てくれないのかな。うん、そうだね。うん、そうだよ。うん、そうなんですよ。お前、いつからそんなにウープになったの。いや、ちょっと久々のナイスさんとのコラボで、ちょっとそれでなんかすごい緊張してるんですよ今。本当に。じゃあちょっと姫に対してアピールして。アピールですか。うん、会いに来て。あ、持ってかれる持ってかれる、シートバギーになりそう。言うてね、はい、なんかね、なんか飛びましたね。なんかね、何十万するんですかそれ。なんか、ね、それその部分だけで。その部分だけで。見て見て、今の一瞬ではしゃぎすぎて、はしゃぎすぎて、これ指輪がこの指輪の この部分がこれちょ取れちゃったっていう。いやちょっと面白かった。なんか最近キュンキュンネタないの。キュンキュンネタ。キュンキュンネタ、女を落とすじゃないけどさ、ちょっとキュンキュンさせる。あ、キュンキュンネタもさっきしましたね。何ですね、もうあれ全力投球です。もう持ちネタ全部使ったぐらいですね。嘘でしょ。嘘でしょ。今度さ、はい、本当になんか一般の人でもさ、はい、誰か女性を置いてさ、その女性をおもてなしとかやろうよ。あ、やりたいですね。どれだけキュンキュンしてくれるかって、はい、そして最後にね、はい、誰が良かったかっていうことも聞いてね、はいはい、俺ね、でもね、一つ最近っていうか結構前から、はい、一回経験してみたいなってことがあるの。何ですか。これね、合コンもね。ああ、わかりますわかります。合コンっていうものをもうやってみたい。やってみたいっす。合コンってよくテレビで合コン、はい、とか、はい、OL さん合コンとかってやるんだけど、はい、合コンやったことないじゃん。まあ、やったことない。ないでしょ。ないですないです。結構よく皆さんに言われるのが、いや、ホストって合コン毎日してるようなもんでしょって言われるんだけど、それってちょっと違うよね、はい、なんかやっぱ一応ね、お店に来てもらってるっていうお仕事じゃないけど、やっぱこう気使ったりとかね、まあ、こういうの言っちゃダメとかっていうのもあったりするしね、はい、そういうのも関係なしにね、ウェーってやりたいよね。やりたいですね。そう、はい、コメント拾えよって。はい、ありがとうございます。拾いますコメントして、コメントしよう。コメントして、うん、あれ、イベント T シャツ欲しいよ。あ、もうそうだ。そう、自分今月ね、25日、そう、2月の25日誕生日やるんですけどね、もう本当は俺誕生日やるつもりなくて、去年もやってなくて、まあ今年はね、ちょっとみんながやってくれっていうまさかのことでやることになったんですけど、はい、一応 T シャツ作ってね、僕のイベントの T シャツ作って配ろうかなって思ってるんで、みんな来てね。はい、お願いします。ね、あとカオルン可愛すぎて、そこね、はい、うん、LINE 来ないの、いささかれる、ナイトさんに会いに行く。あー、うわ、壊れた。ロミオメンバーで高校コメント拾わないと。コメント、そうだよね、できないよね、うん、担当と連絡してないからいけない。そうね、あとカオル LINE は、カオルの LINE はどうなるの、見てないけど、
LINE 来た LINE 来た。いやいや、まだじゃないですか。多分来てないですね。なるほどね、はい、はい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 。送っていいですよ、もう全然送ってください。ぜひぜひ LINE の方どし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 お願いしますよ。いやー LINE ね、俺ね、ふと思ったの、 LINE ってすごいよね。すごいですね。めちゃくちゃ使うよね。はい、そうっすね。終わっちゃったじゃん、もうこれで。どこ、はい、広げて、はい、広げて頼むよ。広げます。広げて広げて。もうね、あのサッカーで言うとね、はい、ボール支配率だっけ、はい、もう91ぐらいだろ。完全にちょっとあの広げて広げて広げて、いや振って振って、逆に逆にネタ振って、なんか広げる広げる、はい、広げる。あ、じゃあナイスさんのあのチョコのもらえる数予想。ああ、なるほどね、なるほどね。答え言わにゃいけんの俺。はい、今わかんねえじゃん。あ、今わかんねえ。今わかんねえな。まあでも予想はね、はい、3つかな。3つ、うん、いやそうなんすか。3つぐらいじゃない。とりあえずお店に戻ってカオルからもらうでしょ。はい、カオルからもらうでしょ。あとね、ケンシンからね、はい、ケンシンからももらうでしょ、はい、あともう1人は、うん、そうだね、まあキヨトかな。あ、うん、キヨトとカオルとケンシン。男だけなんすか。もちろん。はい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 、という感じでね、はい、しびれてトークしちゃいましたけど ね、うん、もう向こうブルブルだよ。モニターの向こうの皆さん。一回締め回ります。はい、コメント見よってさ、ちょっとへこんだんだけど、はい、あのナイトさん、だからゲイで言われるんだよってゲイちゃうわ、ね、全然そんなことないんですけどね。でも俺ね、はい、女の子とあの外でさ喋るってなったら、はい、俺何喋っていいか分かんない。あ、なんか壁作っちゃう、はいはいはい、壁作っちゃう。お店とかだとさ、はいはい、あ、喋ろうと思ってわーって喋れるんだけど、外であの喋るってなった時に、はい、例えば女の子がするじゃん、はいはい、喋ってこう来るじゃん、はい、あのお店ではあーみたいな感じになるけど、外でそのノリはなんか恥ずかしくて、なんか普通にこう、なんか皆さん意外にウブなんすね。俺結構ね、そう、なんかウブだってことに最近気づいた。言われても、ああはい、あ、なんて呼ばれるんですか、あの、で、あのプライベートでは、あのあれあるんですか、あだ名とか。あだ名、はい、あだ名なんだろう。ナイトチーンとか言われるんですか。なんか顔に言われたらちょっと今イラッとしちゃったけどなんだろうね。あ、でもナイトチーンとかって言われよったこともあるけど、でも基本ね、みんなナイトナイトって呼ぶよ。そう、ただね、はい、俺外でさ、はい、まあ、お店だったらナイトってまだあれだけど、はいはい、外で初めましての人に、あ、どうもナイトですっていうのがもう恥ずかしくてさ、大体あの名刺とかさ、ナイトでも渡したりとかすると、はい、ナイトってプププみたいな。一応俺本名の名刺も持ったんだけど、はい、そうなんですよ。本名してますか。
ね、本名ありますよ、僕も。いや、俺芸名かと思いました、その本名が。本当？それもうなんか語れみたいな語れみたいなあれだすよねそれちょっとやめてよ。いやいや、お前ね、俺がね、そんなね、自分の本名をね、尾形慎なんか言うわけないから言っちゃってるし、みたいなお前のせいだからね、もう俺今の完全にお前のせいだからねいやね、ほらもう今コメントできたもん、尾形慎慎か。いや、もう漢字がもう、もうほんと芸名みたいな、慎って信じるの慎なんですけど、なんか俺がナイさんの全部知ってるみたいな感じになってますけど、俺の話になるとなんか急に喋り始めたね、あれ実は違います違います。でも結構言われるんですけどね、こっちなのみたいな、結構。え、ナイさん、さ、あの、結構人気あります、こっちの方から。人気あるの？ありますか？いや、俺ね、あの、あんまりね、ゲイバーに行くことがないの。あー、イメージないですね。つい最近、あの、ほら、従業員みんなでさ、はい、幹部の子連れてゲイバー行ったけど、はい、でもね、飲むところはゲイバーじゃなくてどこでもよかったの。はいはいはい。もうそんだけのね、うちの幹部の子たちが集まったらどこで飲もうかやっぱ面白いんです。はい、たまたまゲイバーだったっていう。そう、誘ってほしかったですね、すごく。いや、でももうおらんかったじゃん。はい、ちょっと疲れてて、最近疲れ気味なので。うん、はい、わかるよ、はい、俺あとね、最近さ、すげえ寝ちゃう。あー、わかります。なんかすげえ眠っちゃう。で、なんで寝ちゃうのかってけ検索したんですよ。あの、ストレスの溜まりすぎらしいんで、あの、アロマとかいいらしいですよ。最近アロマ買って。いや、まあ、俺なんで寝ちゃうのかって言ったら、はい、もうこれ答えは単純に一つだ。寒いから。寒いから。寒いから。もう出なきゃいけないって思ってもさ、はい、こう、布団から出ようと思ったら寒い、もうちょっとなりますね。そう、もうちょっと、もうちょっとがねはい、はい、多いよねそしてね、あの、ちょいちょいコメントがあれ始めたよ。ほんと、あの、2丁目出勤ですかとか、もう結構いろいろとね、布団から出れない、寒い。いや、でもこれね、リアルに、はい、まださ、はい、東京ももちろん、まあ、はい、今は寒いっちゃ寒いけどさ、福岡でしょ、はい、俺広島じゃん、はい、帰るじゃん、はい、起きるじゃん、はい、てか夜家の中とか、はい、白い息出るの。出ますね。明日も多分出るんじゃないですか。明日も雪降るらしいね。違う違う、家の中でね。家の中で、家の中で、家の中で。東京も大雪降ったしね、はい、よし、そろそろカオルいじめる時間帯かな。もうマジっすか。もうカオルにはね、結構な猶予を与えたんだけどね。その時間帯来ましたか。ちょっと来ちゃったね何しようかなカオルどうやっていじめようかな。何がいいと思います。何がいいと思いますいや、やっぱできないよ。俺絶対いじめいじめって言われるもん。もっとね、あの、ポンとか、はい、あの、おっさんみたいな人なのに、おっさんみたいな人をいじめるのは結構みんないいコメントをあげてくれる。持ってる、はいはい、持ってやれる、はいはいはい、カウルとか、なんかどちらかというと小動物系、あ、なんかそうですね、をやっちゃうと結構ね、はいはい、そう、動物愛護団体じゃない愛護団体よ。人間っす、人間っす。あ、歌ってそろそろ歌っちゃう。そろそろ歌いますか。まだ、でも、ああ、そう、歌っちゃう。え、最近歌った。最近そうですね、ラストンぐらいしか歌ってないですね。おお、かっこいいこと言うねかっこいいこと言うね。ラストンぐらいしか。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、マイクは1本大丈夫です。僕ちょっと歌はダメなんでそろそろ。そうそうですね。歌いたい。歌いたいです。歌いたい。はい、本当は毎日年から年中歌いたいなって俺考えてるんです。おー、はい、なんかさ、俺も最近歌って言ったら、はい、感想一句とか、もうそっち系でした。そう、もうコール系っていうか、あのメドレー一句とか、はいはい、メドレーの感想一句とか、あ、そっち系ばっかで、はい、全然あれだね。最近のラストンは、最近のラストン結構いろいろいろんな人になるよね。世界の終わりが多いですね。世界の終わり、バンド名なんですけど、
わかりますか。わかるよ、もうちょ、お前マジすんだっ俺ちゃんとお前カウントダウン TV 見とるわ、ほんと一応見とるわで、世界の終わりとかそんぐらいですかね。眠り姫とかスターライトパレードとかね、最近はあれ、清水翔太は、清水翔太最近歌ってないっす、全然。はい、 TT は、 T も全然歌ってないっすね。そうですか。はい、はい、わかりました。はい、はい、世界の終わり、略してセカオワって、もう入れちゃえよ、のとかりとかねえ、セカオいいっすよね、セカオワね、いいよね、うん、これ本当にセカオワって言うの。セカオワって、はい、もうみんな、みんなセカオワ、セカオワって。え、マジだよ。はい、略してセカオワっすよね。マジだ、セカオワってあるんだ。ちなみに、一番ハマってる歌は何だ、その中で。最近やったら、スターライトパレードって、もう最近の歌なんですけど、わかります。ちょっと、ちょっと、ハミングして、ハミング。てて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 てえ、それ罰ゲームっすね。それ罰ゲーム、はい、歌いたい、歌いたいです。どうしても歌いたい、どうしても歌いたいです、どうしても歌いたい、はい、歌わせねえよ、ほんと。あの、これちゃんとあの笑い、笑い起こるまで歌わせねえよ。あ、マジっすか。ちょっと視聴者の皆さんお願いします。いやいや、違うでしょ。お願いします。違うでしょ。お願いしますって笑いが出てもダメでしょ。あの、ね、もうちょっとこうコメントがね、はい、そう、逆にほら、500いったらとか。あー、そうですね、今日、そうですね、皆さん、パチ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 でいいんで、コメントお願いします。だからね、もうね、そのコメントがあおり、それ。お、コメントで、ね、ナイトさん、知り合いのバーの男の子がロミオの曲、いいと言ってたよ。嬉しい、純粋に嬉しい。嬉しい、いや、いいって、結構評判いいですよね、あの曲、ハッピーバースデー。うん、いや、俺ね、この間あのダーツ行っとった、はい、ダーツ行っとった、あのダーツの横にカラオケボックスがあって、そのとこから音が漏れてくるんだけど、はい、なんと聞こえてきた曲がもしかして、あ、ごめん、まさかの、これあのオチがね、オチがうちの曲じゃなかったっていうオチだったんだからね。いや、純粋に悔しかったね、それ。悔しかったし、あのまさかのと思ったけど、そう、俺出てきたやつはすっげえ睨んだもん。そうなんですよ、 YouTube で聞いたよ、あざーす、 YouTube とかで聞いてくれてるって嬉しいね。もう閲覧回数、うん、結構すごいですね、 YouTube のあれ。いや、まだ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 ちょっと、あの皆さんね、もしよければ YouTube でハッピーバースデーシャンパンコールって入れてもらったら出てくるんで、ぜひぜひあれしてくださいよ。ナイトさん、昨日バーでロミオの曲聴いて18番にするって言ってたよ。あれ、あ、何、すごい、バーで、うん、すごい嬉しいこと書いてくれるね。ちょっと涙出てきそう。難しいですよね、でも ロミオの曲って結構、あのハッピーバースデーコール、ハッピーバースデーコールはね、最初のバースデー、バースデー、バー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 スデーの入りがね、はい、あれさえ分かってしまえば、でもそういうサプライズやりたいよね。やりたいですね。なんか、はい、どっかのご飯屋さんでね、はい、いきなりそういう曲流れ出してみたいな。そう、今なんかそういうの流行ってるじゃん、モブ、フラッシュモブ。そうなんですか、フラッシュモブ。え、知らない、なんかちょっといきなり駅とかで歩き寄ったらいきなり踊り始めて、あ、みんなが踊って、あ、なんか見た、テレビで見ました。フラッシュモブシャンパンコールをやりたいね。やりたいですね。そこで終わっちゃうよね、1分ぐらいで。そうなんですよ、ムービー保存したよって、ありがとうございます。いや、嬉しいね。あ、何、またこれすげえ嬉しいこと書いてくれるじゃん。ナイトさん、昨日バーでサプライズで歌わせていただいた、ありがとうございます。もっと使ってください、本当に。なかなかね、これハッピーバースデーなんでね、使うことって言ったらよく使うわけじゃないとは思うんだけど、
でも1年に1回大切な日なんだよ、はい、そんな大切な日にね、これをチョイスしてくれたら一番嬉しいですよ。お友達なんかのバースデーとかね、うん、そして、ナイト、普段何してるの？普段何してるの？普段、僕も気になりますね、そこナイトさん、俺普段何してんだろう。もう、仕事っていうイメージしかないんで、ナイトさん、イコール俺リアルにね、趣味何ですかって言われてもね、あ、最近ね、はい、ジム行ってる。あー、パンカ、すごい、もう、すごいね、最近。そう、最近ジム行って、はい、やってますよ、はい、これやってます。仕事はもう、マネージメント的な。仕事は自由人ですよ、僕は。あ、いろんなことやってますけどね。いやそう、ジムいいよ。もう、わかります、もう成長したな、みたいな、自分の気に。あのね、はい、リアルに服着るじゃん、はい、俺、前今、身長183あるんだけど、はい、それでも、俺、服のサイズって、はい、結構、線が細かった時があったけ、はい、S サイズとか着とったの、はいはい、で、M サイズになって、今 L サイズなんだけど、M サイズの、あ、L サイズの服とかでも結構パンパン。いや、嬉しいですね、それ。ちゃんとね、筋肉がこれ、いやかな、これちゃんと出てきたんですよ。あ、見えないな、これな、見えないな、うん、いたたたた、釣りそうだった。そうなんです。ガタイ、ガタイいいな。さっきの瞬間、もう多分視聴者濡れましたよ、ね、これ出した瞬間、もう濡れましたよ、視聴者。ありがとう、ごめん、俺が今なんか潰してる感じだよね。いやいやいや、うん、今唯一笑ったのはね、ロビーフィーチャリングシングボードマネージャーさんだけですけど俺思うの、はい、マネージャーさん結構下ネタ好きだったね。好きっすね、ドエムって言ってたし、実は俺、2人で飯食った時に、はい、結構真面目なトーンで、あ、ナイト君さ、聞いてよ、俺ね、ドエムなんだよねって真顔で言われちゃって俺、それは、せめてって、あれ、言いたかったんじゃないですか。今、目で殺されて、俺たち目で殺されたよ。すげえ、すげえ声。今日、放送朝までやろうよ殺されちゃうよ。そうですよ、歌はよってね。腹筋割れてますか、歌おう、ド M、 はい、まあ、歌ね、歌わせてくれますか、ナイさん。え、じゃあ自分は S か M か言ってよ。自分ですか、絶対 S です。でもその心は、その心は、結構、女の人の中、髪癖あるんで、まあ、ちょっと、そうっすね、かんじゃん、はい、かんじゃん、ごめんごめん、もうこれ以上言ったらちょっと事故起こりそうじゃない、そうですね、どうぞどうぞ、歌ってください、歌ってください、はい、いいっすか、はい、カオルが歌わないで、ナイツさんに歌ってほしい。うん、歌いません歌いません歌えません、この声なんで。どうぞ、あ、じゃあ歌ってください。いいっすか、すいません、はい、っていうことで CM 入ります。レッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる。お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める。30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。酒飲みますね、二日酔いしんどいですね、僕結構長いです、一日中なんで、はい、
聞くんですか。飲んでみていいですか。いや、美味しいです。すごいですね。下がってます。だから元気になってました。これからぜひお店に行かせてもらいます。今までのものとは次元が違います。ぜひ一度お試しください。Yeah.
ました。いやすげえよかった。行きましたか。うん。でも歌うまいよね。あざっす。うん。写メもしっかり撮ったんでね。はい。あのもう送ってあるんで。写真釣り悪いね。あ自分ですか。うん。でもカウルの歌好きって。カウルのありがとうございます。うまいうまい。うん、えでもうまいよね。本当ですか。うん。あざっす。すごい。ただ俺もう何言ってコメントしていいか分かんなくなってきた。はいはいはい。寝てましたね。ほらいやらしい顔しとるわー。やらしい。ね。はい、はい、これで以上です。はいはいはい、はい、カウルが歌を歌うの巻でした。すいません。はい本日はね、あ、もうこんな時間だ。もう50分、もうそろそろ終わりっていう感じですけどね、はい、早いですね。今日カオルに何かしようと思ったけど、ちょっとそういうこともできんかったわ。ちょっとほっとしてますけど。そう、はい、え、いやまあ、あんまりね、いじめちゃったらね、俺あれで相当いろんな人からね、すごいこう、はい、会った時に許さないって言われたからね、はい、女の子に。まあそういう感じで、はい、もう放送残り時間もあとわずかとなってきましたがね、なんか宣伝ありますか？そうっすね、ね、ロミオフィーチャリング、そうそうそう、ロミオフィーチャリングシングルね、ハッピーバースデーソング、もうレコ直 iTunes で配信されてるんで、まだまだはい、聴いてない人は全然ダウンロードお願いします。パチ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 。そうね、まあでも本当にダウンロードをお願いしましょう。はい、はい、あと YouTube の方でもね、パーティーララサイ、そしてきびだんご、あとハッピーバースデーシャンパンコール、これ3つ載ってますんで、ぜひぜひよければ検索かけてもらってね、見てもらえたらと思います。はい、まあいつかね、いつかのタイミングでユニットメンバー全員集合して出よう、出たいよね。はい、そういうのもいいよね。まああとはいろんななんかちょっとまだ言えないんですけど、これから楽しいことっていうか、もっと大きいことをやっていくことがね、ちょっと進んでるんで、またご報告できるときにご報告させてもらおうと思います。あと皆さん、風邪にはくれぐれも気をつけてください。流行り物にはね、敏感な人はもうすごいかかっちゃうんですけどね、風邪はもうきついんで。まああとは明日雪らしいんで、皆さんお気をつけて。はい、ということでね、はい、もう残すところもあと30秒前。いいよ、フリートークしちゃいな。ナイスさん、最後決め顔で終わりましょう。決めちゃう、はい、そうか、おう、最後決め顔で、うん、30秒耐えれますか？おい、あと9秒、はいはいはい、決め顔で、みんなありがとう、今日は。おざーす。だねー。残っている感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝え込んだ仮面を舐め、紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。